マトリックス・マトリックス・レザレクションズ。マトリックス・レザレクションズは、ラナ・ウォシャウスキーが制作、監督、共同脚本を務める2021年公開予定のアメリカの SF アクション映画。映画、マトリックスシリーズの第4作目にあたり、キアヌ・グリーブス、キャリー・アン・ボス、ジェイダ・ピンケット、スミス、ランウェール・ウィールソン、ダニエル・バーン・ハードらが前作に引き続き出演する。 ビレッジロードショーピクチャーズ、ビーナス・カスティナ・プロダクションズの共同制作であり、ワーナー・ブラザース・ピクチャーズから日本では2021年12月17日、北米では同年12月22日に劇場公開される予定。また、アメリカでは同日から1ヶ月間、HBO Max でデジタル配信される。トーマス・ A ・アンダーソンはサンフランシスコで セラピストから青いカプセルを処方してもらいながら普通の生活を送っていた。ある日、トリニティと再会するも互いのことが分からず、そしてモーフィアスは赤いカプセルをネオに与え、ネオは再びマトリックスの世界へ入っていく。この他にも、ジョナサン・グロフ、ニール・パトリック・ハリス、トビー・オン・ウメール、マックス・リーメルト、エレン・ディ・ライバラ、プリアンカー・チョープラー、アンドリュー・コールドウェル、 ブライアン・ジェイ・スミス、エレン・ホルマン、クリスティーナ・リッチがキャストされている。マトリックス映画を制作している間、ウォシャウスキー姉妹は、親しい協力者たちに、当時は、マトリックス・レボリューションズ以降のシリーズ作品を作る、つもりはないと語っていた。2012年には、ウォシャウスキー姉妹が、シリーズの追加に作品を企画しており、キアヌ・リーブスとネオー役の再演について話し合っていると、報じられ、 新作の噂がネット上で流れ始めた。2014年には姉妹がワーナーブラザースにマトリックスの新三部作のストーリートリートメントを提出したという噂もあった。2015年2月、ジュピターのプロモーションのためのインタビューでリリー・オージャウスキーはスタジオがオリジナル作品よりも続編やリブート、改作に合作員を出すことを好むこの時代において マトリックスへの復帰は特に反発を覚えるアイデアとして、ラナ・ウォジャウスキーはリブートの可能性についての噂に触れ、何も聞いていないが、スタジオが自分たちの交代を検討しているのではないかと考えていると語った。2017年3月、ハリウッドリポーターは、ワーナー・ブラザースがフランチャイズの再始動の開発の初期段階にあり、ザック・ペンが執筆に向けて交渉中で、 マイケル B ・ジョーダンを主演にすることに関心を持っていると報じた。この段階では、ウォシャウスキー姉妹は関与していなかったが、スタジオ側は彼らの支持を期待していた。リブートやリメイクの概念はペンによって否定され、すでに確立されたユニバースを舞台にしたストーリーのアイデアが模索され、若き日のモンフィアスを描いた前日誕の映画や彼の子孫による続編の映画などが報じられた。 2018年3月、ペンはフランチャイズのリバイバルに取り組んでいると述べ、エクスパンデッドユニバースの可能性を示唆した。ペンは2019年10月、ワーナーブラザースで2つのマトリックスプロジェクトのうちの1つに取り組んでおり、その仕事は計画中の映画とは別のものであることを明らかにした。2019年8月20日にワーナーブラザースから制作が正式に発表された。 ラナ・ウォシャウスキーが単独で監督に復帰し、リーブスとモスの再出演が決定した。脚本はセンス8の最終シリーズを一緒に書いたウォシャウスキー、デイビッド・ミッチェル、アレクサンダル・ヘモンの3人が担当した。ウォシャウスキー姉妹はミッチェルの小説、クラウド・アトラスの映画化作品でも監督を務めている。リリー・ウォシャウスキーはショータイムのシリーズ、 ワークインプログレスの仕事をしているため参加していないが関係者にオリジナルよりも良いストーリーを作ることを承認した。さらに彼女は両親の死によって感情的になっていたことに加えてアーティストとしての自分を取り戻すために学校に戻って絵を描いたりすることで業界から離れる時間が必要だったと語っている。同月、ジョン・トールが撮影監督として採用された。 トールはこれまで、クラウドアトラス、ジュピター、センス8で、ウォシャウスキー姉妹の撮影監督を務めていた。サンフランシスコで、バイクシーンを撮影するキアヌ・リーブスと、キャリー・アンモスワーキングタイトル、プロジェクト・アイス・クリームのもと、2020年2月4日に、サンフランシスコで制作を開始した。また、ドイツのバーベルスベルクスタジオとシカゴでも撮影が行われた。 2020年3月16日、COVID-19 パンデミックにより映画の制作が中止された。2020年8月16日、キアヌ・リーブスがベルリンで撮影を再開したことを確認した。2020年11月11日、プリンシパルフォトグラフィーが終了した。2021年8月24日、タイトルザ・マトリックス・リザレクションズが明かされた。 同日に開催されたシネマコンでのワーナーブラザースのパネルの一部としてネオとトリニティの出会いを描いた予告編が上映された。当初、2021年5月21日に全米公開される予定で、同じくキアヌ・リーブス主演のジョン・ウィック・チャプター4と同時に公開される予定だった。しかし、コビット。 19パンデミックの影響で公開が2022年4月1日まで延期されたが2020年10月5日には約4ヶ月前倒しして新たな全米公開日は2021年12月22日となった。またアメリカではストリーミングサービス HBO Max での1ヶ月間の同時公開が予定されている。ありがとうございます。